キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、2023年の総括、そして来、はい、来期の課題というところで、最後に広島カープというね、はい、西川の人的保障が決まるまで待っとこうって言って待ってたけど、タイムオーバーで。もう出ないですね。もう出ない。まあでも今期ね、はい、まあ、2位ということで、うん、ね、多くの人が5位6位予想だったところをね、そうですね、まあ、ジャンプアップっていうところで、うん、まあ、俺の中では80点と、はい、ね、1位一瞬あったけどな、うん、1日だけね、あ、はい、まあ、総括で言うと、うん、勝負どころの怪我人がやっぱ終盤出たのが痛かったな、うん、秋山もそうだし菊池もそうだし、うん、で前半あの森下もいなかったし、うん、っていうところで、でまあデビッドソン、マクブルームも、まあ、デビッドソンもジャイアンツ戦だけ打ってたけどな、うん、だからなんか全員集合なかなかしなかったな。で坂倉も前半不調だったけど、まあ、終盤ねあの状態も良くなってっていうところもあったけども、はい、戦力がそんな分厚くないから、この怪我して抜けたのがちょっと痛かったなっていう。しかもその時に阪神がね、近本が帰ってきて戦力ね、誰もかけなかったっていうところでの、最後は一気に逃げたっていうねところもあるけども、まあまあ2位っていうところではね、はい、多くの広島ファンの人は納得してるんちゃうかっていうね。ああ、そうですね、うん、うん、見返した感じがありましたよね。まあ、その中で打撃陣でいうとチーム打率2割4分6厘っていうところでセリーグ4位、ホームラン数96本もセリーグ4位、うん、で、ツーベースも197でセリーグ4位、うん、で出塁率3割4厘でセリーグ5位、で OPS660 で、セリーグ5位、うん、で得点圏打率2割5分6厘でセリーグ3位、うん、で、フォアボールの数374で、セリーグ5位、うん、盗塁78はセリーグ2位、うん、しかし成功率が6割9厘で4位、うん、で、犠打数96はセリーグ4位、しかし成功率8割8分9厘はセリーグ1位、うん、で代打成功率2割5分7厘でセリーグ1位で、エラー82はワースト2位、うん、っていうところ でダブルプレー115はセリーグ1位。うわ、そうなんだ。ちょっとなんか打撃パッとせんな、結局、うん、このトータル数字で見ていくと上位っていうのがあんまりないんですね。全くないね、うん、だから打撃陣がちょっと振るわなかったね、結果的にはね、うん、でフォアボールも少ないしね、はい、で盗塁はするけども、あの起投数が128で一番してて、成功率6割9厘でセ・リーグ4位だから、うん、ちょっと新井監督もどんどん走れって言ってたみたいだから、うん、まあ、そこら辺は新井監督も1年目っていうところで、うん、いろんなことを試しながらっていうところもあったかもしれないけども、まあ、ここら辺はチームとして来年に向けては成功率を上げていかないと、はい、何でもかんでも走ってたらね、うん、チャンス潰していくからね。でも、まあ、バントはうまいんだなっていうね、うん、小技の効いたね。で代打はまあ松山とかね、堂林とか、うん、そこら辺がしっかり活躍したっていうところで代打成功率は高いけども、だからダブルプレーも多いからバントしたくなるんだろうな、あ、結局は。でエラーが多いっていうね、うん、ちょっと打撃陣振るわんな、全体的にね、2位になってる感じの成績じゃないですね、うん、で投手、チーム防御率 3.20 は、セリーグ4位、4位なんだ。先発防御率 3.24、セリーグ5位、うん、リリーフ防御率 3.14 はセリーグ3位、基本塁打109本はセリーグ4位、うん、で失点508、うん、セリーグ4位、うん、自責点454セリーグ5位、うん、被打率2割4分2厘はセリーグ4位、クオリティスタート率 51.75% はセリーグ4位、うん、援護率 3.25 は、セリーグ5位。よく2位になれたね。ロッテみたいですね。いや、ロッテよりはいいよ。4位ぐらいだもん。ロッテもっと下だから。そうでしたっけ、うん、まだ3位4位ぐらいにあるから、まあ、中間ぐらいにあるから、うん、まあ、A クラスを残す成績はあるけども、うん、まあ、何かが突拍子にいいっていうのがないね、比較的。投手陣がめっちゃいい、打者陣がめっちゃいいじゃないわけですね、うん、バランスのわけですね。でもその中でもギリギリのところで勝ち切ってて、まあ、阪神に9勝15敗と借金6、これだけが痛かったね、うん、DeNA には14勝10敗1分けで貯金4、うん、で巨人には17勝8敗で貯金9で、ヤクルトには13勝11敗1分けで貯金2、中日には12勝12敗1分けで貯金なし、うん、中日の貯金なしが痛かったな、結果的にね。あとは広島に負けすぎたっていうところで、まあ、今年の反省的にはやっぱ阪神に負け越して中日に貯金を作れなかったところが、
まあ、ここまで大きく差が開いたのかなっていうところもあるんで、まあ、首位とね 11.5 ゲーム差、まあ、でも終盤も怪我人すぎてもう太刀打ちできなかったな、逆によく2位に踏ん張ったなっていうね、ところもあるけども、まあ、個人の成績で見てみると、はい、やっぱり一番痛かったのは栗林がね、栗林がやっぱりいきなり開幕当初から、まあ、怪我でね、WBC で、まあ、怪我したっていうところもあるんで、まあ、そこの影響もあるかもわからないけども、ね、今年3年目というところで、ね、2021年は1敗、2022年2敗しかしなかったのに、いきなり2023年7敗したからね、今まで2年の負けの倍以上負けたっていうところでは、まあ、正直ね、守護神っていうところもあったし、リリーフっていうところではね、まあ、俺の中の優勝予想の中では大きな誤算だね。まあ、防御率は 2.92 というところで、まあ、昨年の、ね、1.49 から 1.5 落ちたというところもあるし、全体的にはちょっとこの栗林の不調というのは、ね、大きかったかなというね、まあ、その中ね、この矢崎がね、防御率 2.81 で、で西武24とね、この栗林の代わりを、ね、したというところは大きかったと思うけども、まあきつかったな。まあ、終盤上がってきたけどね、まあ、全体的にはちょっと物足りなかったなっていうところはあるけども、結果55試合投げてますからね、落とさなかったからね、でその中でやっぱ先発でいうとやっぱ大瀬良だね、達川さんがね15勝しなかった解説者やめるって15勝に半分もしなかったけど6勝11敗という、撤回してた、撤回してた、まあ、そうだね、6勝11敗 3.61、 この大瀬良の借金後も痛かったね、やっぱここら辺がやっぱしっかり2桁勝たなきゃいけないっていうところと、まだ32歳だからね、そんなもう老け込むのまだ今全盛期ぐらいだからね、年齢でいうと、で10勝が徳田1人だからね、まあ、徳田が24試合 2.19、ね、11勝7敗というところで、まあ、昨年もね故障さえしなかったらしっかり勝てたっていうところもあるんで、まあ、ここら辺は良かったっていうところもあるけども、まあ、あとはね森下が、まあ、ちょっと出会う、ね、昨年クリーニング手術っていうところもあるから、最初出遅れたっていうところもあるけども9勝止まり、で栗も防御率 2.53 と防御率的には抑えてるけども8勝8敗と貯金も作れずっていうね、この栗、大瀬良、森下で貯金ないからね、借金だからね、借金2だからね、この3人で、本当だ、そうですね、まあ、これは痛いよね、この3本柱でね、この右のっていうね、で床田がなんとか貯金4作ってるから、この4人で貯金1だからね、それはちょっと痛いよね、先発でこの床田、ね、大瀬良、森下、栗で貯金1は、だから逆によく本当2位になったよな、でその後に続く先発もいないし ね、 そうですね、なかなかこのね玉村、遠藤っていうところもなかなかね出てこなかったっていうところもあるし、でまあルーキーのね増田とか川野、長谷部っていうところも思ったよりはまだ一軍の戦力になれなかったっていうところもあるけども、まあ、リリーフでいうと、まあ、矢崎がね良くなったのと、まあ、大道がやっぱりリリーフ転向してしっかりねそこでできれば48試合も投げて、で、島内がね、62試合っていうところで、まあ、リリーフがめっちゃ投げたなっていう印象があるんでね、もうちょっとこの4本柱がね、4本柱で最低でも貯金15は欲しいよね、4人でね、これぐらいできないと中には上に行けないかなっていうところでは先発苦しかったかなっていう、ね、貯金で言ったらリリーフのターリー投手が一番作ってますからね、7勝1敗ですから、で、まあ、打線はやっぱ怪我人いたからね、秋はもう最初良かったけどね、途中からコンディション不良っていうところで、まあ、2軍に落ちたっていうところもあるし、琴野もね最初はいなくて、まあ、途中からっていうところでは、まあまあね、2割8分6厘と来季に向けて期待値も上がるし、まあ、菊池もね途中抜けたりもしてたし、まあ、全体的には抜けるの痛かったね、でもまあその中でも新井監督になってから、まあ、田中康介、そして中崎、野村雄介っていうところのベテラン3人衆が、まあ、数字だけ見たらそんな大したことないけども、まあ、要所でホームランを打ったりとか、あとは中崎もリリーフしっかり抑えたり、野村も勝ち星伸ばせなかったけども試合を作ってね、得点もほぼ許せなくて、僕自身もめちゃくちゃ良かったんでね、そこら辺はこの3人が生き返ってきてチームのその怪我人とか抜けるところをしっかり抑えれたっていうところはやっぱり2位になった躍進だと思うんで、この3人の復活っていうところはまあ大きかったと思うね、はい、でも来季に向けてはいなくなるからね、西川が ね、 そ、 うですね、そこを誰が埋めるか、まあ田村とかね、まあ、試合数少ないけどね3割6分4厘っていう結果だから、まあここら辺は
出てきてほしいっていうところもあるし、まあ、聖金がね2割7分3厘とホームラン11本打ったんで、まあ、来季に向けても最低でもこの成績を維持しながら試合数をもっと増やしたいっていうところもあるし、中村貴寛ね、小新井ちゃんと一緒の名前だから下はね、でそことか、あとは、まあ、中村健人、宇草っていうところがどこまでね成長してくるかっていうね、結果を残せるかっていうところがポイントになってくるかな。あとはもう秋山とかあの菊池とかもう結構年齢いってきたからね、菊池も早生まれだから34歳になるから、来年35歳の年になるからね、年度で言うとね。秋山も今年が35歳だから来年36歳の年になるし、なかなかもう1年間フルに戦うのが厳しくなってくるところで層を埋めなきゃいけないからね。中村翔成とかはもうバシッと外野に行ってな、そこであの真摯に野球に向かってやったら頑張れるかもしれへんしな。そういったところの期待感はポテンシャルあるだけに期待値はあるけどね、外国人も大砲候補っていう、だからそこが取りましたよね、打つか。だから外国人にもかなり来季の順位は影響されるな。一歩間違ったら本当最下位あるからね、正直。で外国人2人もファーストサードなのかファースト外野なのかっていうところもね、どうなるか分かんない中で、この外国人補強がうまくはまればね、来季もひょっとしたら、まあね、常廣とかね、あとはタカとかの新人ルーキー2人がね、いいもんな、そこうまくはまればね、あの全体像みたいな、やっぱ打たなきゃいけないからね、ピッチャーっていうよりも、だから結局、その不利の 2.53 で8勝しかできてない、森下の 3.01 で9勝しかできないところが、打てて援護できてないっていうところだから、そういった意味でもやっぱ新外国人の2人の野手がどこまで打つかっていうところがポイントだし、まあ、盗塁もね結構途中から出てくる曽根とかね、あとは上本とか、そういったところが出てくるけど、そこをしっかり走って安定感も求められるよね。そうですね、きっちりね、野手の核になる選手がね出てくるといいんですけどね。一つも多いし盗塁数も多いんだけど、やっぱ成功率が低いっていうところでは、クライマックスのね発議が出てバンドして3投してでスクイズして1点取ったっていうところのあの3投は聞いたけども、だからああいうところを年間通して成功率を上げていくとね、あのヒットが打てなくても点が取れる野球ができるんで、そうなってくるとまた得点が増えればねチーム事情変わってくるんで、そこかな、ちょっとは。だからまあ外国人2人がキーだな、どこまで打つかがね、結局は。あとはもうちょっと大瀬良頑張らなきゃいけないね。あと栗林の復活だね、これはちょっとマストで、あとターリーの代わり誰するんやっていうね、ところはかなり影響されるから、まあ、正直今年とは全く別物のチームになるね、来年は確実に。だからそこをまあキャンプオープン戦含めてうまくまとめられるかっていうところが勝負なんでね、そういったところではまあ外国人のね活躍は必須になりそうですね。そうだね、まあ、ということでね、まあ、カープは来年上に上がるのか、西川がいなくなって下に落ちるのか、ね、そこら辺はキャンプオープン戦含めて見ていきましょう。